カリアは挑む。ミッションは新規事業を創出することです。関西電力が今後発展していくためには電気事業から派生した新規ビジネスというものを生んでいく必要があると、ケイホーベンチャーズという関西電力の CVC なんですけど、他企業とアライアンス組んで一緒に何かしら事業を生んでいこうという中で、自分は関西電力の社員だっていうところで、やはり対等にコミュニケーションが取れたり意見交換ができるっていうのは大きいかなというのがあります。今はその再生エネルギーが増えたり、蓄電池が安価に電気を貯めれるようになったりしたっていうことから、今までの電気作るイコール消費っていうところが、初めて貯めるという行為が生まれてきたことによって、電気の業界自体が大きく変わっているという、そこでイノベーション新規事業を生んでいきたいという、常に関西電力という看板があるからこそできるビジネスだけじゃなくて、個人として会社に対して貢献できることっていうのを生んでいくためには、刈谷裕介として評価されるように取り組んでいます。関西電力は挑む。